どうもショッピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今日は海外のミニマリストの方たちがシェアしていて、僕もあいいなと、自分もシェアしたいなって思ったことをちょっと、まあ、パクリということで やらせてもらいます。で、今回のネタもタイトルにある通り、僕がミニマリズムなライフスタイルを送るようになってから買わなくなったものについてシェアをさせてもらいます。じゃあまず一つ目は雑貨です。僕が品川に住んでいる時、断捨離をする前っていうのはこういう部屋に住んでました。いろんなところで細々と買ってきた統一感のない雑貨で囲まれていたって、まあそういう感じなんですけども、断捨離をして必要なものを集める、必要なものだけ買うようにしたら雑貨は買わなくなりました。今なんか雑貨は別に欲しいですけど、その家を着飾るためには雑貨っていうおしゃれアイテムなんかもあったらいいななんていうふうに思うんですけど、ただまだあったらいいなっていう段階で、必要だから買うっていうような段階ではないので、まだ買ってはないです。そうで、あの観葉植物、これも雑貨に入るんじゃないですかって言われたら、まあ僕もうんそうかなっていうふうに思うんですけど、ただこれは視聴者の方からインスタグラムでヒュッケっていうライフスタイル、よかったら取り入れてみてくださいっておすすめされて、でこう観葉植物を置いてみたら本当にこう部屋の中が軽くなりましたし、自分の心も軽くなったので、なのでこういったものはこれからも取り入れていこうと思います。2つ目はお土産です。もう本当にありがたいことに、ここ3ヶ月ぐらいで長野だったり山梨だったり鎌倉だったり千葉だったり福岡だったり韓国だったり、まあいろいろちょいちょい行かせてもらっているんですけども、そこでまあ大体お土産って買うと思うんです。その土地にあるご当地の何かを買うと思うんですけど、その自分に向けてのお土産っていうのを買わなくなりました。家族だったりお世話になっている人に対してはお土産を買っていくんですけど、自分自身でなんかこう思い出に買ってこうとかっていうことはしなくなりました。で、3つ目にコンビニ商品です。まあ断捨離してすぐの時っていうか、まあそこに住んでいた時はもう近くにコンビニしかなかったわけなので、なんか食べたいなとかちょっと必要なものがあるなってなった場合はもうコンビニしかその選択肢がなかったわけなんですけど、まあ、この物件に引っ越してきて、近くに例えばお腹空いたなってなったら八百屋さんがありますし、ちょっとこう文房具だったり洗剤とか買わなきゃいけないなってなった場合はドラッグストアがありますし、ちょっとこう小物が欲しいなってなった場合は100均がありますしってな感じで、こうコンビニに行く必要が全くなくなったので、最近はもうコンビニは全然使ってないです。そう、コンビニ、まあ高いですしね、ある程度質が良くて安く済ませようと思ったら、まあ、近くの八百屋さんだったり100均だったりっていうところで全然こと足りてるので、そう、もう本当にコンビニは、行かなくなりました。4つ目にセール品です。なんかこう普段の値段があってそれが安く売られているセール品ってお得に感じるじゃないですか。なんかコスパ高いって感じたりするので、それでそのお得を感じて買っていたりしたんですけど、安いから買うって言って買ったものってその後々使っていくと途中で飽きてしまったり、別に使っていて気持ちよくなかったりしてすぐ手放してしまうってことが多かったです。なので最近はまあ値段が安くなくてもいいから、自分がその5年ぐらい使えて日割り計算した時に安いもの、安く感じられるもの、あと自分が取り入れたら気持ちよくなるもの、なんかこうすっきりするようなもの、そういったものを取り入れるようにしてます。なので最近はまあセール品に飛びつかなくなりました。で、5つ目は CD だったり本だったり DVD って言われる媒体です。まあとはいってもミニマリズムなライフスタイルを続けながら普通に本は買ってました。で、紙をペラペラめくりながら読むことの大切さっていうか、まあ、そういったものもなんか実感していたので、なので紙媒体とあとこのスマホの中にある Kindle アプリを使って本をなんか並行して読み進めていったんですけど、最近は圧倒的にこの Kindle で読む割合が多いです。そう、まあ、なんでかってちょっとわかんないんですけど、しかもその Kindle で売っていない本なんかもまだまだいっぱいありますから、まあ、そういったものも買う必要性が出てくるかなっていうふうに思ったんですけど、なぜか最近は Kindle で読んでます。はい、映画は Amazon プライムで見たりとか、そもそも映画を見る機会が、まあ、見ようとも最近はあんま思ってないですし、その間は YouTube 撮影編集したりメール書いたりしたいしって思ったりします。音楽に関しては Spotify だったり Amazon Music だったり YouTube でもう無限に、ほぼ無限に音楽を聴けるので、それで僕は賄っちゃってます。そうなので本だったり DVD だったり CD って言われるものはもう全部オンライン上で買ってます。
あとはいろいろお酒だったり、カフェに行った時にテイクアウトしたりとか、そういったものもなくなっていったんですけど、まあ、細かくシェアしようと思ったらもっとなんか 2,30 個ある気がするんですけど、まあ、今回はちょっと簡単にシェアさせてもらいました。はい、もし今回のお話がちょっとでも面白かったで参考になりましたと感じていただけた場合は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してください。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。